公平につけられてる。気づかれちゃった。誘拐が自作自演だったってこと。だから私はあえて見せてやったのだ。2億円がちゃんとあること。目の色を変えてお金を追いかける公平に辟易としながら、下手くそな尾行を潰す。え、公平。コーヒー豆を購入し、お金はその麻袋に入れて店に送ってもらうことにした。時間指定で朝7時必着。お寝坊さんの公平はまず起きない。計画を成し遂げるためにはこれが必要。このお金が公平をつないでおく命綱だ。